BMW が発表したコンセプトカーのアイビジョンサーキュラー100%リサイクル素材で製造されソリッドバッテリーを搭載する想定です100%リサイクル素材を使用 BMW がミュンヘンモーターショーで発表したコンセプトカーアイビジョンサーキュラー2 0 4 0年を想定した純 EV のプレミアム4シーターだ独創的なプロポーションとディテールを備え BMW として全く新しいデザインが与えられているボディサイズは i3 とほぼ同じ。BMW の CEO、オリバー・ツィプセ氏によれば、この車は単なるコンセプチュアルなスタディモデルなのだそうだ。2025年から BMW が展開するノイエ・クラッセデザインを予兆させるものではないと主張しているアイビジョンサーキュラーが意図するものとは、 カーボンニュートラルな純 EV、循環型経済、サーキュラーエコノミーの原則に沿い、最高、削減、再利用、リサイクルといった循環型の設計思想を表現したものとなる。アイビジョンサーキュラーは100%リサイクル素材を使用して作られており、乗られなくなってからも全ての素材を再利用できる想定。リチウムイオンにより高密度で、 希少金属の利用を減らせるソリッドステートバッテリーもその一つだ。削減という点で見ると、構成部品や使用素材、表面仕上げなどの数や工数を減らしている。例えば、BMW のトレードマークとも言えるギドニーグリルは、ヘッドライトと一体のディスプレイによるグラフィックへ置き換わっている。ボディもインテリアもサスティナブル。ボディ形状は、SUV と MPV を融合させたもの。 タイヤはボディの四隅にレイアウトされ、車内空間を最大限に広げている。ボディサイドにクロームフレームはないが、BMW の特徴と言えるサイドガラス交端のホフマイスターキンクは残されている。ドアは観音開き。ボディはアルミニウム製で、素材の使用量を減らすために一層アルマイト処理され、ライトゴールドに染められている。一方、 ボディ交換部分は熱処理が施されたスチールだというタイヤもサステナビリティに配慮して栽培された天然ゴム製だとのことインテリアはラグジュアリーなデザインとサステナブルな生産プロセスリサイクル素材とを両立させることが目的例えばパノラミックグラスルーフは車内の明るさを自然に高められる4席のシートはリビング用のソファーのようだこれは アルミニウム製のフレームと樹脂をリサイクルしたファブリックで仕立ててあるメーターパネルに据えられるモニターも BMW として新解釈ダッシュボードは引き込まれるような照明効果を持つクリスタルの躯体に神経のような構造が走ると BMW が説明する見た目でナチュラル仕上げのウッドも用いられているスピードなどの情報は ヘッドアップディスプレイに集約。ドライバーは、ステアリングホイールに 3D プリントされた、インタラクティブパッドを介して、情報を組み合わせることが可能だという。BMW は、フィジカルとデジタルの融合を狙ったという。2023年までに12台の純 EV を発売。このコンセプトカー、iVision Circular は、ソリッドバッテリーを搭載すること以外。 航続距離や最高出力などの情報は明らかになっていない。あくまでも未来を描いたコンセプトカーなのだろう。ただし、電気エネルギーを車の駆動用バッテリーと次世代電力網のスマートグリッドとで共有する V2G と呼ばれる新技術やスマートモビリティと呼ばれる交通データベースシステムとの互換性は認めているアイビジョンサーキュラーの量産計画はないという。だが、 循環型経済に対応する要素が将来の BWM の純 EV へ落とし込まれる可能性はあるだろう。BMW は全く新しいノイエクラスセデザインを採用した次世代純 EV を2025年から発売するとしている。そこに至る2023年までには全世界で12台の純 EV を発売することも計画している。